皆さんこんにちは、ジマです。今回の動画はですね、登場がちょっと噂出てきていますよね。 Z8 について、まあ噂現状ですね、まあ集めれる情報を集めた段階の、まあいつものね、カメラ雑談会というところで Z8 の、まあ、予想スペックのお話をしていこうかなと思います。またですね、Z の30とか70、今ね Z50 っていう APS のニコンのカメラがあるんですけど、それの下位モデルとして Z30、 もしくはちょっと上位のモデルとして Z70 っていったものが登場されるんじゃないのかっていう噂も出てきてます。で、 D850 の航続機、ちょっとねこれはだいぶ先になってるんじゃないのかなっていう形で言われてはいるんですけども、この辺もねちょっと触れていこうかなと思います。で、比較機としてですね、まあ対象となるのが Z8 の場合は、ソニーさんのね α7R4、 まあこの辺りがねライバルとしてなるかなと思いますので、 R4 のねこちらのスペックをちょっと見ていて、 Z8 もこれぐらいになるんじゃないのかなっていった予想をしていこうかなと。で、 Z シリーズのね、まあ新作に期待する、ニコンユーザーのねカメラ雑談会となりますので、こういうスペックで来るだろうとかね、まあ Z7 のここを解消してほしいみたいな、 Z8 ではですね、ここをまあ改善したモデルとして登場してほしいっていったところをお話できたらなと思います。なので皆さんのね、Z8 に対する期待とか Z7 のね改善してほしいポイントみたいなのをね、ぜひコメント欄の方、書いてもらえると嬉しく思います。で、このチャンネルではですね、撮影技術、ビジネス、ライフシフトについて主に配信しておりますので、初めての方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、今回の動画ですね、良かったよって方はぜひ高評価ボタン、グッドボタン押してもらえると嬉しいです。では今回もジマチューブ行ってみましょう。ジマチューブ、はい、改めましてジマです。今回はですね、Z8 カッコ仮、まあ噂のスペックっていったところに触れていこうかなと思います。今年中ですね、まあおそらく発表が期待されている、まあ2種類のミラーレスカメラっていったものが登場予定っていったところですね。一機種はですね、まあハイエンド Z8 カッコ仮だろうと。で、もう一つは、まあ、Z30 カッコ仮かなっていったところが、まあ、噂が多く流れていますね。で、この Z8 なんですけども、まあ、6000万画素が、まあ、期待されるモデルだと。で、Z7 とかね、Z6 なんかは、まあ、XQD カード1枚でしたよね。まあ、そこをぜひ、改善してほしいっていったところで、CF エクスプレスとですね、まあ、SD カードのデュアルスロットが、まあ、濃厚じゃないのかなと。で、縦位置グリップはまあオプションとして導入できる、メインのチャンネルの方でね、あ、こちらがメインですね。こちらのメインのチャンネルの方でご紹介させていただいた、このね、D780。この子がね、おそらく、オプションでの付ける縦位置グリップっていったものは難しいタイプになります。この子ですね。で、まあ、プロボディが採用されるということでね、まあ D780 みたいな形の、まあ、頑丈なね、モデルが採用されるかなと思います。で、高価格帯な、まあ、商品になると。まあ、Z6、Z7、Z8 と聞いたら、まあ、Z のね、8っていうと、まあ、おそらく、D のね、800番台とか、まあ、フラグシップ機としての位置づけという形になると思うので、まあ、高価格帯の商品がかなり予想されているというふうになります。ただ、現状ですね、この Z8 については、まあ、これぐらいしか、まあ、噂が出てきていないので、ここからはですね、まあ、ライバル視している、R4 ですね。まあ、ここをちょっと比較対象として予想していくという話になりますね。現状の Z7 ですね。まあ、上位モデルとして今存在するんですけども、この子の、まあ、強化してほしいポイントってやっぱりあるんですよね。まあ、パソコンみたいにね、カスタマイズ性を持たせない限り、希望を全て満たしたカメラを、まあ、手に入れるって正直難しいと思うんです。なので、どうしてもね、ここの機能をこうしたら、この人には気に入ってもらえるけど、まあ、この人には気に入ってもらえないみたいなのが出るとは思うんですけども、まずね、私の場合はやっぱり記録媒体がシングルスロットの XQD カード、30万、40万出すモデルで1枚かっていうのは正直引っかかるポイントですね。で、瞳オートフォーカスがやっぱりまだ現状、まあ、ソニーさんに比べると、ま、改善の余地がありかなと。このね、D780、新しく買ったこの子もね、瞳オートフォーカス、Z6 と同じ、ま、XPEED の6の画像処理エンジンを積んでるので、まあ、瞳オートフォーカスっていったものはついてはいるんですけども、ソニーさんのね、やっぱりもっとね、早めからミラーレスに参入をして、で、瞳オートフォーカスっていったものを、まあ、先駆者的に導入して改善を、続けた、まあ、アドバンテージっていったのはでかいので、どうしてもまだ現状ニコンの、まあ、瞳オートフォーカスが、まあ、ソニーに比べると、まあ、改善の余地ありなので、Z8 の方ではぜひここをさらなる強化したっ
ていたモデルを期待しています。でフラッシュがですね同調速度が200分の1なので、まあ、250とかねその辺まで行ってほしいかなって思いますね。次に撮影枚数がやっぱり気持ち少なめっていったところはありますね。Z7 ファインダー使用時は約330コマ、モニター使用時はですね約400コマっていう形になりますね。なのでやっぱりソニーに比べるとここも若干弱いところかなというふうに思いますね。で画素数高いのはですねまあわかるんですけども、正直バッファにですね、もう少し余裕が欲しいのかなっていうのは Z7 に対するあの印象ですね。で Z マウントレンズのまあラインナップがまだまだこれからなので、まあ、Z7、Z8 っていったものを導入した後にですね F2Z でまあ F マウントのレンズを、まあ、ある程度併用する必要があるのかなっていったところもありますね。でサードパーティー製の、まあ、レンズメーカーさんに対しての、Z マウントの情報の提供は現状ないっていったところになっているので、まあ、サードパーティーからの、まあ、レンズの展開っていったものはあまり期待できないといったところで、純正の、ね、レンズに期待するんであればやっぱりもっとねロードマップ拡散増やしてもらっていろんなね F マウントばりの、選択肢が Z マウントのレンズに増えることを祈っております。で少しやっぱり高い気がするんですよね。初値40万からで現状30万ぐらいに Z7 は落ち着いているんですね。まあこの辺もまあ Z7 に現状ねちょっと強化してほしいというかまあ改善してほしいポイントというふうになりますね。なのでこの点をですねまあ Z8 がどういった形で解消してくるのかなっていうのは期待しておりますね。で比較機としてですね、まあ、予想される、ソニーの α7R4 ですね、まあ、発売日が、まあ、2019年の9月6、まあ、大体半年ぐらい前ですよね。で有効画素数が、まあ、6100万画素で、撮影感度ですね、標準、まあ、ISO100 から3万2000ですね。で連写の撮影が、まあ、約10コマまでと、でシャッタースピードは8000までいけますよと。で液晶は3144万ドット、で撮影枚数ですよね、ファインダー使用時が530枚、液晶モニターの時は670枚で、スロットはですね SD カード2枚いけます。ダブルスロットです。で防塵防滴5軸手ブレ補正タッチパネル USB 充電が対応していると。で即興点ですね567点ですね、あとは 4K 対応してますね。でサイズですね 128.9×96.4×77.5 なので、まあ 13cm×、まあ、約 10cm×、まあ、8cm ぐらいっていった形ですね。やっぱミラーレスなんでね、まああんまり大きくはないですよね。比較的、まあ、高性能で、まあ、小型なモデルだと思いますね。重量も 580g です。なので一眼レフのカメラなんかに比べるとやっぱり軽いですよね。まあミラーレスの中では、まあ、ちょっと重ためというかしっかりした部類になりますよね。で流通価格36万で初値38万円なので、やっぱり Z8 もですね、うん、正直40万前後で、まあ、登場してほしいかなというふうに感じますね。で Z8、まあ、瞳オートフォーカスなどの、まあ、機能面っていったところは正直きつくてもですね、やっぱりスペック面、まあ、有効画素数であったり連写枚数とか、いろんな手ブレ補正とかね、そういったところはやっぱり並んでほしいかなっていうのは思いますね。でニコンの、まあ、Z シリーズで、まあ、買う必要がある方っていったのどれぐらいいるかなんですよね。Z6 は、まあ、コストパフォーマンス高いと思います。で Z7 もねかなりいいカメラなんですけども、 Z8 っていう、まあ、ニコンのユーザーさんがミラーレスで、まあ、このね、Z8 のクラスっていったものを求める方がどれぐらいいるのかっていうのは正直私も未知数なところがあるので、まあ、あの市場に出た後のね、評価っていったものをかなり気にしているものになりますね。で F マウントのまあミラーレスで正直ハイグレードなモデルがあるとかなり移行したいですね。なので今回は私 D780 を、まあ、D750 という前のカメラ、5年間使い続けたカメラから移行しましたと。でその理由はまあやっぱり F マウントっていったところにマウント依存っていったところが大きくて、でこの子がまあ20万円ちょっとでね、コストパフォーマンスも高いっていったところと、まあ、Z6 と同じ画像処理エンジンを積んでいるので、まあ、私の現状の不満点はまあ解消してくれているカメラという形で選んでんだんですけども、もしね Z6 が、F マウントで存在したらおそらくあっち行ってたと思います。やっぱりあのコストパフォーマンスの面で F2Z のところがいらなくなりますし、まあ、XQD1 枚っていうのは気にはなるんですけど、やっぱりミラーレスっていったものにすごく興味はありますので、もしねあの Z6 が F マウントとか Z マウント、もしあのパソコンのね、ハードディスクと SSD どっちするみたいな形で選べるみたいな形であれば、ものすごくねあの魅力的なカメラになっていたかなと
思います。今回の動画はですね、こんな形で、登場が噂されている Z8 の立ち位置とかスペックの予想ですよね。あとは比較機として予想されるソニーのね α7R4 の特徴なんかを比較しながら、想像していくという形で、で Z シリーズの新作に期待する、ニコンユーザーのね、1カメラ雑談会といった形になります。 D850 の航続機であったり Z30 とか Z70 カッコ仮みたいなね、これも噂が出ているので、2020年若干ね、この CP プラス前後ぐらいからニコンさんがすごく静かなんですよね。D780 出します、 P950 出します、 120から300のレンズ出しますとか、いろいろね、すごい発表があった後に結構静かな印象があるので、次どういったねインパクトある、リリースを打ってくるのかなっていうのはかなり期待しております。でこういった形でですね、撮影機材とか、初心者様、撮影を始められた方がですね必要となる情報、再生リストまとめておりますので、ぜひ今回の動画良かったよって方は一緒にね他の動画を見てくれたら嬉しく思います。で今回の動画良かったよって方はぜひねグッドボタンを押してもらって、もしZ8 がですねこういうスペックで出てくるだろうとか、実はこういう風な、ところを改善してほしいんですみたいなところねございましたら、コメントの方書いてもらえると、いろんなねカメラ好きの盛り上がる場になるかなと思います。でね、最後に初めてね方、このチャンネル見てくださった方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。今後もね好評であればちょっとアシスタントいろいろ増やしていきたいかなと思います。いろんなねメインのチャンネルは基本撮影とかビジネスとかライフシフトを中心に、外れのないような、無難な動画っていったものを中心に取り扱っていってるんです。ただね、サブチャンネルの方はちょっと遊びを入れているので、ちょっとそういった遊びをメインに時々持ってきてね、それでどういった反応があるかっていうのは改善をどんどん加えていきたいかなと思いますね。ちょっとね、こういったふざけたところもあるんですけども、その辺はご了承ください。いろんなね、チャレンジといいますか、今後のどんどん展開のきっかけに、いろいろね、遊びを入れていこうかなと思います。では、今回はこの辺で失礼いたします。また次の動画でお会いしましょう。またね。